復元された、クフ王第一の船ビブ。クフ王の船とは、1954年及び1987年に、ギザの大ピラミッドの付近で発見された二隻の船で、ある。クフ王の船は、紀元前2500年頃、古代エジプト、皇王国時代第四王朝のファラオであった、クフのために作られたとされている。クフ王第一の船は、全長4 2 3メートル。 全幅5.66メートルもの大きさで、古代の最も古く、大きく、保存状態の良い船の一つである。主に杉田で作られていた。クフオ第一の船は649の断片に分解された状態で、ギーザの第一に掘られた石工に封をされていたため、船は発見されるまで全く乱されていなかった。木材の接合には、堅牢さを増すために、 モーティス・テノン接合技術が使われている。現在では、エジプト考古庁によって28年の歳月をかけて、発掘、復元が行われ、ピラミッド秋の博物館に展示されている。1987年には、第一の船が発見された縦港の西隣から、早稲田大学エジプト学研究所が電磁波レーダーを用いた、地中探査を行い木材反応を確認。 翌1988年アメリカ隊が、石港内部を、小型機器で、死人、もう一隻の別の船体が発見された。こちらは、クフ王、第二の船と呼ばれ、発掘、保存、復元は、エジプト考古庁と早稲田大学エジプト学研究所が、共同で行うこととなり、2011年6月23日より、約5年間の予定で発掘が進められている。 2012年2月20日より埋設現場から木製部材の採取を開始しており600以上の木片を回収し木造船を復元する予定。1987年10月にはアメリカ隊がファイバースコープを石蓋に開けた穴から挿入することにより船内の様子を撮影することに成功。6年後の1993年1月には アメリカ隊が開けた穴に、ワセダ隊がマジックハンドを挿入し、木片を採取することに成功している。さらに、第一の船にはなかったマストなどが見つかっている。クフ王の船は何のために作られていたかはわかっていない。太陽のカミラーの下復活する王を運ぶ儀式の船に似ていたため、太陽の船と呼ばれている。しかし、実際は、 水で使用されたと見られる跡があった。現在の研究では、クフ王が死んだ際、メンフィスからギーザまで王の防腐処置を施した死体を運ぶために使用されたか、クフ王自身が巡礼地を訪問するのに巡礼の旅船として使用されたのではないかとされている。また、クフ王が来世で使用するために埋められたのではないかという説もある。第一の船の復元には、 分解保存されていた断片に記されていたヒエラティック文字を解読することによって行われた。番付システムは2種の文字で構成され、両者を符合させることにより、船体に多数存在する部材のメイタの合わせ目が、判読できるように記されていた。これらは、原則番36部材とその継ぎ目を、内側から覆うメイタ257部材にあった。しかし、 残りの部材のうち134部材221箇所には、蒸気とは異なる文字が付記されており、これらを詳細に研究した結果では、現在復元展示されている、第一の船の形状とは異なる形に復元される、可能性が高いことがわかっている。復元された、クフ王第一の船は、ギザの太陽の船博物館に展示されている。 早稲田大学理工学研究所が2008年4月から2011年3月の期間に進めるエジプト世界遺産ギザ大地の発掘整備計画に関する研究では3年間の研究期間のうちにクフ王第2の船発掘の開始出土遺物の記録保存のための初研究を目的としておりこの計画の進捗はクフ王第2の船発掘 復元自習と密接に関わることを明言している。ありがとうございます。